当たる？いや、まだまだその判断は早いんじゃない？何やってんの俺。おお。これで100ぐらいなのかな。これで100ぐらいなの。これで何？100ぐらいか。打つ面白くないあろいやちょっとねあれ場所変わる前に意地張んのやめてスピナーで試すぞこれ深くなってるところにたまるんだね。あ、でかい。おお、めっちゃ洗うじゃん。ごめんね。あざっでかっ。これでかいな。持って帰ろう。しょっぱな。あ、ごめん。あ、いい、いい、大丈夫、大丈夫。ありがとう。いいタイプ来たね。持って帰ろう、これ。しょっぱなクーラー取りに帰るようか、これ。いや、もう満足したから、場所は戻ろう。そうだ、もう少しやる。あ、そうなんですか。いや、魚がでかいんでびっくりしちゃいましたよ。そう？はい。あれの深さがね、そんなあるかな。あ、そんなあるんですか。ないよ。へえ。昨日だったかな。そこであのアルピノのキロマスレンジョ。あ、はいはい。あれがそろそろ来た。あ、やっぱ持ってかれちゃうんですか。あー。高っ。あー。そこじゃん、そこ狙う。ん？いや、いいよ。なんかカッコ悪い釣り方しちゃったから。いや。面白くないとか言って。こんにちは。そこの滝みたいになってるとこちょっと釣れますよ。あ、本当ですか。はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。すごいよ、見切ってんのが見えるわ。追いかけてくるけど。そう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 。お、お、お、追ってきてる追ってきてる。これここ見てるね。でもあれ山目なんでわかんだよ。どれだよ。そういう病気だろう。もう斑点が見える病気。どれだっつんだよ。
ち当たる？朝の借りを返しとくよ。あそこのめっちゃ当たる。ダメ。いや、申し訳ない。いや、あれかも。ほら。しかもそこそこいい方だな。これなんか2人同時に渡るとちょっとやばそうだね。あ、いくらのやつ？なんかあの見に来るだけで全く釣れる気がしなかったんだけど、それここに投げ込んどくの。糸はやっぱ張っとく感じなの？糸はやっぱ張っとかないといけないんでしょう。おお、当たった。何これ、超むせえんだけど。マジか。ちょっとイクラが過ぎたかな。俺のイクラ、ちょっとね、味の抜けたイクラも持ってんだよね、俺。持ってるか、知ってるんだから。ちょっと投げる前から。いやいやいや、意外とこういうのの方がリアルだったりするんだよ。まあ、このエリアにイクラがあるってことはこんな感じだよなって向こうも思うよ、多分。リアルイソスジイクラだ。面白い。ちょっと待って、どれぐらい？サンキュー。でかいの。ありがとう。ケイリアショッカーじゃん。なんかちょうどおしっこ行きたくなってきた。いくつぐらい釣れたって？